会社に対します。皆さんおはようございます。国会は27日が会期末ということでありますが、19日未明に平和安全法制関連法案が成立をいたしました。残る課題もありますけれども、事実上明日手続きを整えて、閉会実施と事実上の閉会になると、このように見通しておりますので、きちんと手続きを完了させてまいりたいと思います。平和安全法制についてはこれから運用をどうしていくかという段階に入ってまいります。国会の議論、また野党と交わした合意、また閣議決定に反映されたもの、これらを通して、そうした趣旨に基づいてしっかりと運用を進めていかなければならないと思います。このプロセスについても国会がきちんと見ていくと、広い意味での民主的統制の責任を果たしていくということが重要だと思います。それらのプロセスを通じて国民の皆様のご理解を一層広く深くしていただくように、政府もまた我々与党も努力をしていく必要があると思います。この成立の局面を受けて、国民の冷静な目というものも出つつある。それが新聞紙面の読者の声などにも現れてきているように感じております。そうした意味で我々はきちんとこの国民に説明責任を尽くしていくということが極めて重要だと思っておりますので、その点をともどもに自覚し合いたいと思います。いよいよ次への準備ということが重要でありますので、来年の参議院選挙を念頭に置きながら、さまざまな国民の期待するそうした政策課題について、しっかり我々のネットワークを通じて新たなものを提案し、そして進めているものをなお浸透できるように頑張ってまいりたいと思います。全力で頑張りましょう。以上であります。